おはようございます。2011年2月2日水曜日6時5分になりました。なんかね、九州のあの火山の爆発はなんかどんどんひどくというかすごいことになってきてね、あの空振ってやつですか、あの空気の振動で窓ガラスが割れたりとか、もうあともう火山灰どころか、あのね、溶岩の塊で石がいっぱい飛んできたりとか、もうとんでもないことになってますけれども、もうああいうなんこそ本当にね、国が早くなんとか対策してあげないと、自治体でどうのこうのとか、もうレベルを超えちゃってるんじゃないかなという気がしますけれども、さて、他のニュースを見ていきたいと思います。まずはですね、これですね、うなぎの産卵場所を特定ということで、グアムの西方海域で、うなぎの産卵場所が分かったと。うなぎですね、その日本人には本当にその昔からこう食文化の中に取り入れられて、まあその馴染み深いうなぎなんですけど、実はうなぎの生態っていうのはなかなか分かってなかったんですね。実に不思議な、身近でいっぱいみんなあの食べていながらもですね、不思議な魚で、そもそもどこで産卵してるのかっていうのは全然分からなかったんですね、今まで。で、大体この辺りだろうというのは分かってたんですけれども、要は世界中のうなぎというか、まあ、日本にいるうなぎとかも全部ですね、その天然のうなぎ、というか、まあ、天然のうなぎしかほとんどいないんですけどね、そもそも養殖がうまくいくっていうのが、まだ研究段階ではなんとかなってもですね、そのビジネス的にですね、量産するというか、そこまでいってないというところもあって、で、そういうのもあってですね、天然でこう、生まれたものばっかりだったんですね。で、養殖とか言っても稚魚を輸入したりとか、どっかで取ってきたシラス魚とかで取ってきたりとかしてたもんなんで、でどこで生まれてんねんということで、どうもこの、グアムの方の西側の方でいっぱい生まれてると、そこにウナギが集まってくる。不思議ですよね。あの渡り鳥も不思議ですけど、こういう魚もですね、本当にその産む場所とかっていうのが決まってる、非常にね、こういう不思議なことがあるんですけども、これはまあそれで、養殖に関してもですね、実はその養殖というか産卵、孵化させるっていう技術なんですけども、人工でもできないことはないんですけども、確かですね、どっちだったかな、オスだったかメスだったか、 ほとんどそっちになっちゃうんですよ。片方の性別のものしか生まれなくて、ほんのわずかしか、もう一方のメスだったかオスだったかちょっと忘れたんですけども、しか生まれないということがあって、その後だから完全養殖やるには非常にね、その最初の孵化した段階でアンバランスになってしまって、その完全養殖がうまくいかないということで、なかなかね、このウナギというのは謎大きい魚で、まあ、今回この産卵場所が見つかったということで、その一体どういう条件で、産卵して卵が孵化するのかとかいうのが解明されていくんじゃないかということで、非常にこれはですね、大発見ではないかということです。さて、もう一つのニュース見ていきたいと思います。もう一つはですね、テクノロジー面のところで、iPS 細胞の話ですね。これがちょっと特許争いが実はされてたということで、京大とアメリカの企業で iPS 細胞の特許をめぐる争い決着ということで、ですね、これはiPS 細胞、人工多能性幹細胞とか、要はいろんなね、体の材料の元になる、何でもこう変化できるような細胞の話なんですけども、要はそれでいろんな治療とかできるという画期的なものなんですが、これのですね、特許に関して京大とアメリカの企業とですごい争ってたんですね。で、そもそもですね、その特許の、認定する条件っていうのがアメリカと日本でちょっと違ってて、日本はですね、どっちが先に出願、要は書類をどっちが先に出したかで決まるんですね。書類の早く出したもん勝ちと
いう風になってるんですけども、アメリカの場合は書類を出した時点ではなくて、どっちが先に発明したのかという、ことになってるんですね。で、ということはその書類は後から出しても先にうちは発明してたということが証明されると、そっちに特許権があるということになるので、このあたりがですね、その日本とアメリカで違うことによって、非常に難しい話になってたわけです。ただでもそれをですね、もうアメリカの企業の方から京大の方に提案があって、お互いにちょっとその契約を締結してですね、でそういう争いはやめませんかという提案があったということで、京大も受け入れてですね、でお互いにその補った形で、やろうという形にしたんですね。でそうすることによって、妙にその争うところの、そんなところに時間がとコストとかかけるよりも、もっと先に発明応用できるようにやりましょうという話で、まあこれはですね、まあその方がお互いにとってメリットが大きい話ですから、そういうところの、なんていうんですかね、こういう動きっていうのは今後出てくる可能性がありますよね。こういう風な形で決着をつく、その特許というのもね、本当にその一方ではいいんですけど、一方ではですね、お互いそういう特許争いなんかになった場合にはもう両方がこう疲れていくということになるので、なかなかねこのあたりも本当にその制度的にもうちょっと改善していかないと、いろんな産業の進歩が妨げられると。特にですね、本当にもう、医療とかですね、あの IT のジャンルに関しては、 IT というか、まあ、家電とかね、そういうなんか、あと今だと電気自動車とか、そのあたりはもう特許争いがすごいことになってますから、まあなかなかね、こういうのは本当にどっかで、そういう無駄な争いをしないような方向っていうのはね、考えていかないと難しいんじゃないかなというふうに思います。さてそんなことでもう6時12分になっちゃいましたね、ということですが、今日はちょっとね、今週は少し暖かくなるようですから、ただ雪のいっぱい積もってる方はね、雪崩とかいろんなことが起きますんで、その辺も気をつけてくださいということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。